up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, yeah. Never run off. We hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, open when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. はい、ジムから帰ってきました。昨日6月8日は完全にオフ日にして、今日はふくらはぎの影響もあるので、ウエイトトレーニングだけにしました。ちょっと気分転換も兼ねて、思いっきりなんか上半身のトレーニングやってみたり、まあ、ふくらはぎに負担のかかんないようなバイクを漕いでみたりっていう感じで、まあ、有酸素をやったり、あとケアとしては、まあ、抗体浴。アイシングをしながら、温めて冷やして、温めて冷やしてっていうのを繰り返す抗体浴で、しっかりとふくらはぎのケアもしていきました。まあなんか感じ的に治りそうだなっていうか、まあ本当にワンチャン日曜日の皇居ランにはもう万全の状態でいけるかなっていうふうには考えてるんですけど、ちょっと天気がね、台風が来てるらしいんで、できるかどうかわかんないんですけど、とりあえずふくらはぎ感じに向けて明日もトレーニングをやっていきたいと思います。6月9日は終了です。また明日頑張ります。はい、本日は6月18日日曜日になっております。相当ね、あの動画上げる頻度が落ちちゃってるんですけど、これには訳があって、左ふくらはぎの違和感があって走るのをやめてたんですけど、まだ違和感が取れないと。この10日間ぐらいですかね、走ってません。はい、ちょうど今日から1週間前にあった皇居ランも、結局台風が来てて雨でちょっと皇居ランが中止になったんで、やっぱこれはいい機会だっていうふうに思って、もうこれは違和感がなくなるまでもう走るのやめようっていうふうに思って、で、本当にずっと左ふくらはぎに負担がかからないようなトレーニングをずっとしてたっていう、毎日でした。で、現状、やっぱり歩くときにもちょっと違和感があるんで、まあ、これはもう完全に違和感がなくなるまで走るのはやめようっていうふうに思ってトレーニングをしています。で、ここでね、やっぱりこうモチベーションが落ちちゃう期間だと思うんですよ、こういう怪我しちゃうの。私一つモチベーションを上げるきっかけを作りました。これ何かっていうと、目標設定をしました。出場するレースをここで決めました。結構期間空いちゃうんですけど、10月15日に福島で行われる津村屋マラソンというのに出場したいと思います。距離としては 10km に出場します。目標タイムとしては33分切りを目指していこうと思います。しっかりと、まあ、この怪我を治してトレーニング積めば、多分 10km 33分切り32分台は見えてくるんじゃないかなっていうふうに思ってて、それを一つ目標設定にして、これからのモチベーションにしてやっていきたいなっていうふうに思っています。そしてね、これなんかこの怪我してる期間に、やっぱウエイトを結構やるわけですよ。そこでなんか新たな目標も一個見つかっちゃって、なんかボディメイクの大会に出てみたいなって思ってて、なんか自分のその周りの友達で、なんかボディビルの大会に8月かな9月かな出るっていう友達もいるんですよ。実はその友達がランニングお友達だったんですけど、もうランニングするのを一旦やめてボディビルの大会に出ようみたいな。これ私もちょっとチャレンジしてみたいなって、こう結構いい刺激をいただいてて、まあただね、しっかりその福島駅伝の大会が終わってから、まあ来年出てみたいなっていうふうに思ってて、まあ早ければ本当に福島駅伝終わったら速攻出たいなっていうふうに思ってるので、直近の目標としては、その10月15日の津村屋マラソンと福島駅伝っていうのがランニングの目標があって、次はボディビルの大会にも挑戦してみたいなっていうふうに、この怪我してる期間にちょっと思ったというか、自分の中で決めたっていう感じです。はい。なので、次回の動画が上がる時には左ふくらはぎが感じてるっていう形になってると思いますので、しっかりとできること、やるべきことをやっていきたいと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。